口癖にすると人生に奇跡が起きる言霊。聞き流すだけで勝手に心が満たされていきます。聞き流すだけで安心感に包まれて自己肯定感が高まり、勝手に人生が好転していきます。永久保存版始まります。今日はいい日だ。勝手に良くなるよ。どうせうまくいく。信じてるよ。大丈夫。起こることは全部丸。すべてはあなたを高めるためにやってくる。これもきっといいことに変わるよ。大丈夫。すべては良くなるようにできている。すべてうまくいってるよ。滑ってもうまくいってるよ。私はもっと幸せになっていい。はあ、幸せ。すべてはあっさりうまくいく。不安になっても大丈夫。ファンタスティック。私には成功か大成功しかない。アホは神の望み。魂は前向き。未来はいつも面白い。雲の向こうはいつも青空。頑張ってるね。生きてるだけで100点満点。私にしかできないことがある。人生はやるかするか。信じてるよ。ごめんね。大好きだよ。そしてこっからは絶賛あなたを褒めさせてもらいます。いや、ほんと頑張ってるよね。わかるよ。いや、まだまだだって。そう思ってるところがすでに素敵だと思う。もうアメイジングラブリーだよ。ちょっと意味わかんないけど、ほんとよく頑張ってるよね。でも無理しないでね。頑張りすぎないでね。少しは休んでね。君のおかげで全部うまくいってるよ。すごいすごい。いいこといっぱいあるよ。大丈夫。全部うまくいくよ。よかったね。おめでとう。宇宙は想像を超える嬉しいことを起こしてくれるよ。5年前の自分と比べてみて。すっごいできること増えてるでしょ。三日坊主で何やっても続かないって。大丈夫大丈夫。4日坊主より3 days 坊主の方がいいよ。人生は7スリップ8ゲラップだよ。7転び八起きね。こんなことでクスッとしてくれるあなたは素敵だね。すっごい嬉しいことが起きたって想像してみて。その想像をはるかに超える嬉しいことが起きちゃうよ。ほんとほんと。あとは勝手に良くなるよ。顔が思わずにやけちゃうようなすっごいいいことが起きるからね。楽しみにしてて。だって宇宙はあなたにとてつもなく嬉しいことを起こしたがってるんだ。宇宙にめちゃめちゃエコひいきされちゃってるよ。人と違ったっていいんだよ。だってそれが個性だから。違いは間違いじゃないんだ。すべての人と仲良くできなくたっていいんだよ。数人に嫌われたって日本人は1億人もいるよ。自分の意見を主張してもいいんだよ。言わないと一生伝わらないしね。弱いところを見せたっていいんだよ。逆に親しみさえ感じるよ。上手にできなくたっていいよ。上手にやるより楽しむことが大事。嫌なことは断ってもいいんだよ。違和感のあることは断ってもいいんだよ。それが自分を大切にするってことだよ。もっともっとバカなことを考えていいよ。だって主人公はあなただから。
人に助けを求めたっていいんだよ。自立とは多くの人から少しずつ助けてもらうことだからね。もっともっと豊かになってもいいんだよ。それが宇宙の願いだよ。宇宙に遠慮はいらないよ。もっともっと幸せになってもいいんだよ。お母さんより幸せになっていいからね。自分を好きになってもっと自分を信頼していいんだよ。あなたに信頼されたくて心臓は1秒も休むことなくあなたのために働いてるんだからね。親のこと許せないって方はまだ許さなくていいからね。親のこと嫌いでもいいんだよ。ネガティブなことは蓋をせずに感じきっていいからね。頑張らなくてもうまくいくんだよ。頑張ってる猫ってあんまり見たことないでしょ。できてるって 100% じゃなくて 51% でいいんだよ。満点は星空だけでいいからね。恥をかいて人に笑われてもいいんだよ。1年後には自分も笑ってるよ。もっと自分に素直にありのままに生きてもいいんだよ。それがご先祖様たちの願いだよ。大好きな人に大好きって伝えてもいいんだよ。人を好きな気持ちに間違いなんてない。宇宙で一番素敵なことだよ。楽しいことを優先したっていいんだよ。だって人生は100年の夏休みだから。生きたいように生きていいんだよ。だってここはあなたがあなたになる場所。あなたがあなたを生きなくて誰があなたを生きてくれる？未練とご飯は残さない人生にしよう。心配はいらないよ。だって人生最後の日に全ては思い出に溶けるから。本当はどうしたい？その気持ちに素直に従っていいからね。ええやん、これでいいのだ。大丈夫、君の未来は笑ってるよ。今日も聞いてくれてありがとう。今日も頑張ったね。お疲れ様でした。いいことあるよ。